渡辺満里奈、乃木坂46与田祐希とカラオケ、仲良しツーショット公開、今度はコンサート参戦しよう。12月6日、タレントの渡辺満里奈がアメーバオフィシャルブログを更新。乃木坂46の与田祐希とのカラオケショットを公開した。累計発行部数650万部を突破する人気ヤンキー漫画を実写映画化した映画、アウト、品川博史監督で共演した渡辺と与田。この日、カラオケナイト、と題してブログを更新した渡辺は、映画、アウト、の舞台挨拶の時に連絡先交換して、カラオケ行こうねなんて言って、すぐに決まったこの日、と切り出し、与田祐希の辞書に、社交辞令、の言葉なし。というくらい、気持ちのいいスピードだった、と一気に二人の距離が縮まったことを明かした。バル、そして、唐揚げ、とプリントされた白のロング T シャツ姿で与田のマフラータオルを掲げている、弾ける笑顔の渡辺と、緊張感、とプリントされた白のロング T シャツ姿で楽しそうにペンライトを両手に持つ与田のカラオケツーショットを公開。また、渡辺が着ている、唐揚げ、ロング T シャツについて、好きな食べ物聞かれて、唐揚げ、と答えたら、絶妙にダサい、唐揚げ、T シャツを作ってくれましたおもろ、と明かし、与田ちゃんグッズをマネージャー、私のね、ケイちゃんに借りて盛り上がった夜なんか面白いアイドル。与田ちゃん推しとして、今度はコンサート参戦しよう、と言い、ブログを締めくくった。この投稿に対して、ファンからは、可愛い娘が一人増えた感じですね。T シャツ似合っていますよ。カラオケいいですね。やっぱ80年代アイドルソングかな、などの声が多く寄せられている。